バーナード・モントゴメリー、初代アラメインのモントゴメリー主爵バーナード・ロー・モントゴメリー、1887年11月17日から1976年3月24日は、イギリスの陸軍軍人、政治家、モンティ、モンティの愛称で呼ばれた。また、モンゴメリーと呼ばれることもある。モントゴメリーは十分な軍備を整えた上で、 作戦行動に移ることを基本方針としたため、批判もされたが確実な勝利を得る堅実さで部下の指揮を高めた。モントゴメリーとゲオルギー・ジューコフは第二次大戦中最も成功した守備的な将軍だったとも評されている。モントゴメリーは1887年11月17日にロンドンのケンジントンでアングロ系アイルランド人の英国国境界牧師の 息子として生まれた。母親は子供への愛情に欠けた厳格な女性であったため、モントゴメリーは母親に対して相当な憎しみを抱いており、1949年の葬儀にも出席しなかった。ロンドンのセントポールズスクールを卒業後に、サンドハースと王立陸軍士官学校に入学したが、これらの学校でもモントゴメリーは、札付きの不良で退学寸前だったという。 1908年に同校を卒業し、ロイヤルオリックシャー連隊に不評少尉として任官した。1909年、インドに転属して、初めての海外勤務を経験している。1912年に帰国、ケントのショーン・クリフ陸軍基地の大替副官を務めた。1914年8月に第一次世界大戦が勃発すると、モントゴメリーは部隊と共に、 フランスに渡り最前線で史上最大の戦争を経験した。モンスの戦いでドイツ軍に敗れたイギリス軍はベルギー国境近くまで敗走し、その後の反撃の際、モント・ゴメリーはドイツ軍の狙撃兵にハと膝を撃ち抜かれ、1914年10月に帰国を余儀なくされた。この戦いで勇敢なリーダーシップを発揮したと評価され、主君賞を受賞した。翌年 軍務に復帰したモントゴメリーは少佐に昇進し、ランカシャーで訓練中であった第112旅団、続いて第104旅団に配属された。1916年には第33師団の参謀として、再びフランスに渡り戦線復帰、1917年4月から5月にかけて繰り広げられたアラスタ戦会に参加している。同年月には第軍団の参謀に転属。 パッシェンベールの戦いに参加。1918年には中佐に昇進し、第47ロンドン師団の参謀将校として広報勤務となる。第1次世界大戦が終わると、ラインガーに駐留するロイヤル・ヒュージリアーズ連隊の大隊長に任命された。1919年には戦時昇進を取り消され、大位に戻されている。 1921年から1923年に、かけ、モントゴメリーは、第17不評旅団の副官として、アイルランドのコーク州に駐留し、アイルランド独立戦争とそれに続く、アイルランド内戦で、アイルランド共和軍との戦い繰り広げた。1926年には、キャンバレーで教官となる。1927年に第一次世界大戦で、戦死した。 オズワルド・カーバーの未亡人、エリザベスと結婚し、翌年に息子のデイビッドを授かっている。1931年、中佐に昇進したモントゴメリーは、パレスチナとインドに転属を重ねた。1934年、大佐に昇進すると、クエッタのインド陸軍幕僚大学で教鞭を取った。1937年6月に帰国し、第九不評旅団の旅団長に任命された。 九百三十八年十月には陸軍少将に承認し、第八不評師団の師団長となり、パレスチナに赴任。続いてトランスヨルダンに赴任する。九百三十九年七月に帰国した。九百三十九年九月に第二次世界大戦が勃発すると、イギリス海外派遣軍、ビーフが編成され、モントゴメリーは第三師団の指揮官として、 フランスに赴任する。だが、ナチスドイツのフランス侵攻で、フランス軍は大敗。イギリス海外派遣軍、ビーフは、ダンケルクから撤退することとなり、5月30日、第二軍団指揮官に昇進。同軍団の撤退、ダイナモ作戦を指揮することとなり、1940年6月1日に帰国する。7月には、第五軍団指揮官となり、ダンケルクの先行により、 バスン賞を受賞し、中将に昇進した。翌1941年4月に第12軍団指揮官、12月には南東軍指揮官となる。1942年8月18日、ウィンストン・チャーチル首相は、モントゴメリーをクルード・オーキンレック大将の代わりとして、北アフリカ戦線における第8軍の指揮官に任命する。モントゴメリーは、 エルアラメインの戦いにおいて、エルヴィン・ロン・メル指揮下のドイツ・アフリカ軍団を打ち破り、エジプトから退却させた。このエルアラメインの戦いの前哨戦となる、アラム・ハルファの戦いで、防御側のイギリス軍は、モント・ゴメリーの堅実な防御作戦により、反抗を試みるような本気の動きさえせずに、防御のみで勝負を決し、勝利した。その後のエルアラメインの戦いで、イギリス軍は、 アラム・ハルファの戦いとは対照的な構成に転じ、ドイツ軍に勝利した。以前よりも連合軍の指揮統制システムは格段に向上しており、ドイツ軍を欺くための欺瞞作戦についても、モントゴメリーとその後方チームの苦労と信慮が報われた。ドワイト・ディ・アイゼンハーの指揮の1943年のモントゴメリーは連合軍のシチリア島を進行、ハスキー作戦を率いた。 この作戦でモントゴメリーはアメリカ陸軍のジョージ・パットン将軍が率いる第七軍にモントゴメリーが率いる第八軍の担当区域で最終目標であったメッシナを先に占領されてしまった。プライドをひどく傷つけられたモントゴメリーはパットンを毛嫌いするようになっていった。シシリー戦役後、モントゴメリーはイタリア本土上陸まで第八軍を指揮した。 その後、オーバーロード作戦、ノルマンディ上陸作戦の計画立案のため、モントゴメリーはイギリスへ呼び戻された。ノルマンディ進行に先立ってモントゴメリーは、第21軍集団の指揮官となり、ヨーロッパ戦における連合軍の布陣を指示した。D デ,デイ後、アイゼンハワーがフランスにやってきて、連合軍総指揮官になるまで、モントゴメリーは連合軍の地上軍をすべて指揮した。 しかし、ノルマンディ上陸作戦における、モントゴメリーの指揮能力に関しては、その立案をあまりにも厳密で想像力に欠けると、支度の批判者によって非難された。戦争を通して、モントゴメリーの激しい性格は、連合軍総司令部に、しばしば亀裂を生じさせた。フランス上陸以後には、自身に連合軍の陸軍最高指揮官の地位を、与えるようにとアイゼンハワーに、 再三級しているが、指揮系統が複雑化することを嫌ったアイゼンハワーはこれを拒否している。バルジの戦いで連合国軍の前線が南北に分断されかかると、アイゼンハワーは、米第12軍集団、ブラドリー下の内米第1軍、ホジズ、第9軍、シンプソンの指揮権をモントゴメリーに移したが、モントゴメリーとアメリカ軍指揮官たちとの関係悪化するばかりだった。 バストーニュにおける、方位戦が一段落した1944年暮れに、モントゴメリーはアイゼンハワーに対して、以後の対独戦は、北方重視戦略を取ること、さらに新たに、陸軍最高指揮官を設けることを進言し、この提案を受け入れなければ、再度の失敗を重ねることになるであろうと警告を、付した書簡を送った。連合国遠征軍最高司令部の幕僚は、 米軍問わずこの所管に激怒し、アイゼンハワーもついに、モントゴメリーの解任を決意した。ウォルター・ベデル・スミス参謀長の介入により、モントゴメリーが罪することで解任は回避された。モントゴメリーとの圧力に方を煮やしたアイゼンハワーは、モントゴメリーの提案した、マーケットガーデン作戦を成功の可能性は低い、ことを知りながら、政治的妥協として認可することになった。 この作戦は、アルンヘムでの A 第一空挺師団の壊滅など、完全な失敗に終わったが、モントゴメリー自身は、作戦は90%成功した。と評価している。これらのアメリカ軍との再三にわたる衝突と、マーケットガーデン作戦の失敗から、戦後になりモントゴメリーの評価は、大きな論争の的になった。アメリカ軍の将軍と彼らのインタビューをもとにした。 アメリカの歴史家は、モントゴメリーの能力を低く評価したのに対して、イギリスでは一定の評価がなされることが多い。モントゴメリーはアイゼンハワーに対して、連合陸軍司令官の地位を要求したが、アイゼンハワーに拒否され、第21軍集団司令官の地位に押しとどめられていた。これに憤慨したモントゴメリーは、イギリスのチャーチル首相に、元帥の地位を要求した。 アメリカ軍将官たちよりも上に立つことによって、連合陸軍司令官としての地位を手に入れようとした。そして、モントゴメリーの減衰昇進が認められることとなったが、連合軍内でのバランスを取るため、アイゼンハワーも減衰に昇格することになった。1945年1月7日、モントゴメリーは、記者会見を開きバルジの戦いにおける。 連合軍の勝利に関する記事へのクレームを行った。これは論争を引き起こし、モントゴメリーが自らの軍の投入を押しとどめたと感じたアメリカ人たちの憤慨を引き起こした。同年3月、モントゴメリーはバーシティ作戦を発動して空挺作戦を実施し、マーケットガーデン作戦で失敗したライン側とかに成功した。ドイツ国内へ侵攻したモントゴメリーは、 ドイツのシュトベルリン攻略を主張したが、エルベ側での停止をアイゼンハワーに命じられ、モントゴメリーの第二次世界大戦は終わった。ヨーロッパでの戦争が終わると、モントゴメリーも、ライン側、中流イギリス軍、バーの司令官となった。1946年には新設された、初代アラメインのモントゴメリー一設となった。その後、 モントゴメリーは1946年から1948年までドイツ中流英国陸軍総参謀長を務め、1948年から1951年まで西欧同盟軍最高司令官会議議長、1951年から1958年に退役するまで北大西洋蒸気港軍副司令官を務めた。 引退後、モント・ゴメリーは解雇録を執筆し、その中で、アイゼンハワーのリーダーシップの欠如が戦争を長引かせたと批判した。一方、ベトナム戦争にも批判的で、アメリカ軍は明確な戦略目的がないままに、大軍を派兵して戦争をして、無差別爆撃や戦略的に重要な尊落からの村民強制移住など、アメリカ軍は狂った軍隊であるとしている。 また、イギリス陸軍参謀総長時代の機密書類によって人種的偏見を抱いていたことが1999年に明らかとなった。その当時、モントゴメリーはイギリスの政策に反する自らの見解を語らないようにいられ、その指示に従うかを調べるために職員が割り当てられた。モントゴメリーは1976年3月24日に ハンプシャー州オールトンの自宅で88歳で死去し、同州ビンステッドの聖十字架教会墓地に埋葬された。モントゴメリー・オブ・アラメイン施爵の爵位は、息子のデビット、1928年生まれが継承している。父と違って軍人にはならず、政治家、実業家として活動した。ノルマンディ上陸作戦に先立って実施された欺瞞作戦では、 陸軍海警隊に勤務していた俳優の M.E. クリフトン・ジェームズ少尉がモントゴメリーの影武者に利用された。モントゴメリーに噴したジェームズは地中海に派遣され、高官たちと公やけの場で南フランス進攻の計画について語ることであえて、その情報をドイツ側に漏らし、北、フランスからドイツ軍を移動させようと試みた。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。